engine for the life。 車で行こうです。今回紹介するのはホンダの軽自動車 N シリーズに新たに加わったバン N 版です。荷物を運ぶのはもちろんのこと、レジャーにも使える車としてホンダならではのアイディアが満載されたこの N 版、今回はこの車じっくりと検証してきます。今回はユーティリティチェックで最大の特徴であるシートアレンジを詳しく見ていきますので、お楽しみに。はい、それではポイントから見ていきましょう。 N ボックスや N ワゴンなどホンダの N シリーズ初のバンとなるのが N 版です。従来のアクティがリアエンジンだったのに対し、 N 版では N ボックスと共通のフロントエンジンプラットフォームを採用することで低くてフラットな床面としています。注目なのはそのパッケージング。助手席側ドアのセンターピラーをなくすことで左側面にも大きな開口部を実現。運転席以外すべて格納できるシートと相まって狭い場所でも荷物を効率よく積載できます。 N 版は全車4ナンバーの貨物車ですが、個性の異なるモデルが設定されています。バンとしての機能性を重視した G と L、パーソナルユースを意識したプラススタイルファン、ロールーフでスタイリッシュに見せるプラススタイルクールの3種類です。またアダプティブクルーズコントロールやレーンキープアシストなどの安全運転支援システム、ホンダセンシングが幅広いモデルに設定されているのもポイントです。N 版の価格帯はご覧の通りとなっています。フロントエンジンの N ボックスで培った技術が走りにどう生かされているのか楽しみですね。そうですね、ということで CM の後は早速試乗に行きます。 K 版の新たな可能性を提案するホンダ N 版、今回はパーソナルユースを強く意識したグレードプラススタイルファンのターボエンジン車に試乗します。Engine for the life。 今日は N 版に乗っています。この N 版デビュー当初からかなり注目を集めている車なんですが、なぜ注目を集めているのかって考えてみると、パッと見た感じなんか遊びにも使えそうだよねと、そういう雰囲気が伝わってくる、商用車というところが、まあ、この N 版の一番の特徴かなと思います。外観でいくとやはりルーフがぐーんと高くなっていることが目につきますよね。座っている分には全然この高くなった分っていうのは空間があるというだけで、まあ、そこまで大きなメリットは感じないんですが、いざ荷物を積むとなるとやはりこの高さは相当有効活用できるんだろうなと思います。積む機能を重視した車だけに、シートを折りたたんだ時にできるだけコンパクトにしようということで、助手席とリアシートの、まあ、座面であるとか、まあ、これあの背もたれも含めてなんですが、かなりこう薄く作っているんですが、この運転席に関してはちゃんと座る機能も考えられています。この N 版は FF なんですが、このシートの下にエンジンを置いている、ライバルたちと比べると、この着座感、座った感じのゆったり感、快適性、これも大きくリードしています。まあ、走っていてちょっと気になるのがやはりタイヤが発生するノイズの大きさです。乗用系とは違う性能を目指して設計されていることもあって、路面からのザラザラ感であるとか、そういうものはどうしても大きくなっちゃいますね。このタイヤノイズは結構大きいんですが、路面のジョイントを通過した時の突き上げはまあそんな悪くないですよね。まあ、このベースになったのがN ボックスという素晴らしくよくできた車だけに、 N 版になってもその良さはちゃんと引き継がれていますよね。さあ、ワインディングロード風の一般道に降りてきました。
今上り勾配なんですが、やはり、このエンジン余裕シャクシャクですね。でエンジン その音とか振動とかも低く抑えられています。今信号で停車したんですが、当然アイドリングストップついてます。でそこから、今ブレーキから離した瞬間にエンジン再始動したんですが、この再始動の感じがすごく滑らかでスムースです。いつ始動したか分かんないぐらいですね。それからこういう、交差点なんですが、ハンドルもいっぱい切れますし、もっともっと細い路地のようなところでもこの小回り性の良さはやはり大きな武器になりますよね。ちょっと残念だなと思うのが、鉱石のヘッドレストなんですね。この今日乗っている車、ヘッドレストがついているんだけれども、ちょっと長身の人が乗ると短すぎて首を支えられないんですね。いくら商用車とはいえ、シートが4人分ついている以上はしっかりとやってほしいなと思いますね。この N 版すごく僕は大きな意義があると思います。例えばこういう車が街中に増えたら、日本の景色もっともっと楽しげに見えるようになると思いますし、この車に乗って仕事をする人たちの気持ちがちょっとこう今までよりウキウキしてくるとか、表情がちょっと笑顔になるとか、そういうことをこの N 版という車はもたらしてくれるんだろうなと、そんな風に思いました。はい、それでは安全性評価に行きましょう。ホンダ N 版の安全性評価このようになりました。ホンダセンシング全車標準装備と書いてあるんですが、実はレスオプションがあるんですね。衝突回避ブレーキ、歩行者検知機能、車線逸脱警報についてはレスオプションがあるため、番組内での評価は三角になります。そして今 VTR で僕はヘッドレストこれがついてるって言ったんですけれども、正確に言うとシートピローという扱いになります。ホンダ N 版の評価頑張りましょうです。そして燃費なんですけれども、今回およそ290キロ走ってリッターあたり 12.8 キロとなりました。ともちゃんどうでした？はい、後席座ったんですが、ホールド性がないのでカーブで体が結構揺すられると、で、荒れた路面はちょっとお尻がくすぐったいなっていう感じでしたね。なるほどね。運転席以外のシートではちょっとそこら辺は割り切る必要がありそうですね。はい、はい、さてここで N 版のユーティリティを試乗したプラススタイルファンターボでじっくりチェックしてみました。まずは運転席へ乗り込んでみましょう。ドアを開けてみると、こんなに広く開くんですね。そしてこのシートの側面に注目していただきたいんですが、これ縫い目をなくしているんですよね。これによって摩耗や破れを防止するということで、頻繁に乗り降りする人にとっては嬉しいポイント。乗り込みやすさを見るとヒップポイント高めですが、開口部がすごく広くて乗り込みやすいです。助手席の居住性です。これ実はシートが固定式でスライドはしないんですね。ただこのように身長162センチの私でどれだけの広さがあるかというと、げんこつ2つ分です。そしてさらにこのように見ていくと、シート自体は座面も背もたれもフラット、ただリクライニングはついているので、ちょっと休憩なんていう使い方はできそうです。後席の居住性です。膝前の空間、こちらはげんこつが2つ分入りましたね。そしてこのモデル、ハイルーフモデルになるんですが、頭上をげんこつで測ってみたところ、なかなか天井に届かないということでこれ頑張ってよいしょということで、げんこつなんと9個も入っちゃいました。そしてこの座面と背もたれはかなり小さめな感じですよね。はい、ヘッドレストも低め。そしてこのように足元を見ていくと、床はフラットなんですが、少しだけ前席の張り出しはあるにしても、つま先を入れるスペースが広い、これはいいですね。シートを格納してみたいと思います。その手順としては、助手席のヘッドレストはドアのこのくぼみに、カチャッと止めることができる、これ見事ですね。次に背もたれを倒してレバーを引いてガチャンコということで、これによって床面にシートを落とすことができます。でさらに後部座席については、シートピロー、これを両方外してみて、これ実は専用の収める場所がありまして、このようにリアゲートを開けるとベルトがついていました。
さらに後席はそれぞれワンアクションで紐を引くとパターンパターンと座面ごと下に沈むということで、これで格納ができる。最後にブリッジボードを引き出すとフラットな床面が現れました。オフロードバイクがそのまま積める大容量の荷室が出現。これって見事ですよね、うん、可能性が広がる N 版の大空間、自分なりの使い方見つけてくださいね。フィニッシュ。いやーすごい広いよね。でも当時は頭上空間なんかこう土壌使いみたいになってたよあれ、はい、あの9個というのはあくまで参考値ということにしといてください、この後はメーカーの開発担当者の方にお話を伺います。一旦 CM です。それでは開発を担当された古舘さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの以前ホンダにはアクティ版、それからまあバモスみたいなキャブオーバーのものがありました、はいはい、今回このガラッと変えてきて、はい、この N 版を出してきた、そのあたりの狙いから聞かせていただけますか。はい、分かりました。まず今の時代背景でいうと、その働く車といっても環境に対応していかなきゃいけないといったときに、まあ、一番その簡単にできる方法としては NBOX 常用で作った最新のエンジントランスミッションを使うというのは一つ方法としてございます、うん、はい、で一方でそうするとその荷室っていうのが変わってくるといったときに、まあ我々のこのスタンスとしては、その FF のプラットフォームで本当に商用車ができるのか、うん、最初からもうありきというできるのかっていうところがスタートで、まあ、その結果しっかりと荷物を積める FF 商用版ができたというふうに考えています。なるほど。今までその情動っていうんですかね、はい、それをブレイクスルーしたと、はい、これは何かあったんでしょうか、技術的に。はい、まずはその荷室の広さですね。これでいうとおっしゃる通り、その運転席の位置っていうのがどうしてもエンジンが前にあると後ろに行くということで、後ろが短くなってしまう、うん、まあ、軽自動車はどうしても軽枠っていうのがあるので短くなってしまいますけれども、まあ、今回それをなんとかっていうので、まずはその床を低くして天地でこうボリュームを取るっていう、室内空間を取ると。ただやっぱり長さが足りないとっていう部分は、今回助手席も倒して片側ですけど長いものを詰めると、まあ、これが受け入れられるのかっていうところで、今回このブレイクスルーができるかっていうのがチャレンジしたところですね、うん、助手席側、はい、スライドドアを開けてみると、はい、ピラーがないです、はい、センターピラーです、はい、当然何かこう周辺を補強しなきゃいけないとか、はいはい、そういう作業が出てくると思うんですけれども、はい、そのあたりはすんなりとクリアできたんですか。走ってる時の剛性ですね、はい、これは実はドアを補強しても実はダメで、この形の違うものをどうしていくかというと、とにかくバランスを取る、まあ、固めるというよりバランスを取る、右と左を同じようにねじれるようにバランスを取るっていうことに絞って、やった結果、まあ、うまく車になったかなと思ってます。なるほどね。プラスタイル、はい、貨物車だから地味でいいとか、はい、なんかそういうものとはちょっと違うところを狙ってるような印象を受けるんですけども、はいはい、実際にはその荷物を運ぶ機能としては何も変わらないものです、うん、でこの車は仕事でもやっぱりこう今までの例えば白シルバーとか黒っていうだけじゃなくて、こういろんな色とか、実際にこう我々言ってるのはこうおしゃれな店先に置きたくなるような、はい、そういう働く車ってあってもいいんじゃないのかなと、うんうん、でまあ、おっしゃる通り、その先には普段趣味で使われるお客様っていうのも、実はその道具をそのまま使っていただくといろんな遊びができますよっていう部分はご提案としてございますけれども、はい、うん、プラススタイルっていうのはその決してその遊びだけのスタイルではなくて、その遊び心を仕事にこう入れていくっていった部分をライフスタイルっていう形で提案という商品になってます。ね、今日はいい話を聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで N 版の評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸。これ働く車にも笑顔という、これね、実は日本の商用車に一番欠けてた部分だと思うんですね。値段が安いとか、燃費がいいとか、耐久性とか、まあ、もちろんそれも大事なんですけれども、やはり働く人たち、この車に乗って働く人たちにも、笑顔をもたらすという、商用車としてはこれすごくいいアプローチだと思います。だからこその罰なんですけれども、安全装備レスオプションあるんですね。これはホンダ
ダとしても、できればやりたくない、でも、実際に売るときに、価格競争力が、ないとライバルたちに持ってかれちゃうよと、そういうジレンマの結果レースオプションという結果になったんだと思います。で、まあ、働く車ですから、買う人は乗る人じゃなくて、例えば中小企業のオーナーさんだったり大企業であれば、まあ、経理部長さんだったり総務部長さんだったりするかもしれない。その方たちにお願いしたいのは、絶対にそういうレスオプションを安いからといって選ばないようにしてもらいたい。ちゃんと従業員の方に笑顔になれるような安全な車を買ってあげてほしいなと、そういうふうに思います。はい、私はマルナポイント、これは小さな車に驚きの積載性、街を彩る商用版です。商用車として実用性を前面に押し出した割り切りが、まあ、仕事や遊びの場面で大活躍する N 版なんですが、バイクやはしごのような大きな荷物も難なく詰めますし、あと車中泊また移動店舗として使える可能性もあると。で、見晴らしのいい運転感覚はとても楽しいですし、インテリアも機能的、まあ、オプションでキャンプサイトから電源が差し込める端子も準備されていたりと、まあ、そういうところがすごいなって思いました。そしてバッテン、これは同乗者を乗せて長距離ドライブは厳しいかなと思います、まあ、あのシートはアレンジ優先のシンプルな作りなので、長距離移動するとちょっと体が疲れやすそう、まあ、それを許せる場合は楽しさもあるんですが、まあ、サービスエリアなどでまめに休憩を取って乗る方が同乗者には優しいかなと、まあ、乗用車としての性能を求めるのであれば N ボックスとか N ワゴンという選択肢になるかなと思います、うん、そうですね、はい、ということで2人の評価はこのようになりました。ここで視聴者からのメールをご紹介します。神奈川県40代男性です。今年の春からセカンドカーが必要になり、中古のマニュアル車を購入しました。20年ぶりのマニュアルですが、改めて車を運転する楽しさ日々かみしめております。若者の車離れがささやかれる昨今、楽しく運転する父親の姿を見せることが必要なのではないでしょうか。我が家には2人の息子がいますが、私が楽しく運転する姿を見せ続け、将来は車好きに育てたいと思います、うん、まあ、まさにおっしゃる通りですよね。あの、大人が楽しんで車に乗っている姿を見て、子供は車好きになると思うんでね。やっぱり退屈しながら乗ってるよりも楽しそうに乗ってる方が絶対お子さんも車好きになると思います。でもマニュアルをね、20年ぶりに購入されたということで、あのともちゃん、車の言葉で我々トルコン AT とか CVT とか今回 DCT やったんですけれども、はい、まあ、もう一回 MT に関してもこれやった方がいいかもしれないね、はい、そうですね。あのオートマ限定免許だとマニュアル乗ったことがない方もたくさんいらっしゃいますから ね、 うん、じゃあちょっと MT はやろう、ぜひ、はい、はい、ということで今回はホンダ N 版をご紹介してきたわけなんですけれども、改めてともちゃんどうでした？なんか乗ったら欲しくなっちゃいましたねどんなところがともちゃんこう気に入ったんですか？やっぱりあの、まあ、見た目もすごく彩り豊かだし、うん、やっぱあの実用性って、あ、ここにこれやったらタイヤ詰めるかなとか、うんうん、なんかいろんな使い勝手を想像しちゃう車なんですよね。あ、確かにね。僕もあの中学高校とモトクロスやってたから、はい、まあ、例えば再びそんなことやるんだったらこういう車あったらいいだろうなと思うし、あとこれ実は今回は、まあ、CVT だったけど MT もあるんだよね、うんうん、で MT 僕乗ったんですけれども結構楽しいんですよ。でこのジャンル意外に MT の需要もあるっていうのでね、まあ、こんな車で MT 乗るのも悪くないんじゃないかなと。あとあの車検は、うん、あの乗用車だと新車時に3年、その後2年じゃないですか、うんうんうん、で商用版の場合だと最初が2年でまた2年ってなるそうですよ。お、なるほどね、まあ、そこら辺結構その乗用車との違う部分っていうのもねあるっていうのも面白いところですよね。そうですね、はい、それではまた来週お楽しみに。Engine for the life.